まようございます、こんにちは、こんばんは、よろしくお願いします。はい、すいません。もうほんとすいません。1月ナンバーズ4当たらんかったー。かー、100万ぐらい欲しかった。まあやっぱナンバーズ初心者にはまだナンバーズ4は早いということで、もう一回ナンバーズ3に帰ってきた。はい、ということで、ね、予想してきました。まあいつも通りね、これ2017、2018、2019年の2月に出た数字の統計をとりあえず書いてやってるんですよ、僕。うん。で、まああとはね、こんな感じ。あ、去年来た。去年こんな下がってるってことは今年こんな来るやろっていう、あの FX 感覚でね、今いつも数字決めてるんですけど、これ、来るんちゃうかってね、予想された結果こちらです。420です。っていうことで、2020年2月420、1ヶ月間買いたいと思います。今回は、セットで買いたいと思います。セットって何？わかりやすく言うとね、まあ、一口200円なんですけど、200円で、ストレートの買い方も、ボックスの買い方もできるっていうね。それどういうこと？じゃあセットの方が良くない？ってなるじゃないですか。その代わり、セットで購入したら、配当金が、すんごーい下がる。もうゴイゴイスー下がる。ゴイゴイスー、すぐ差し上げます。本日2月の6日なんですね。2月の6日から買いたいと思います。で、結構ね、お前ちゃんと買ってんのかってよく言われるんですよ。2月の5日ってなってるんですけどね。1ヶ月ね。ちゃんと買ってます。まあ2月の5日お前それ昨日から買ってるやんけってなってるんですけど、昨日の夜買いました。ということでね、本日よりナンバーズ3420買って買い続けたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。このやり方絶対当たりますよっていう有益情報を求む。